酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ酒が飲める飲めるぞ酒が飲めるぞ、はい。酔っ払うと普段より面白くなる人がいるってこう情報を集めまして、はい、適当にお酒を飲んだらいつものあかりよりもどれくらい面白い回答を言えるのかっていうのを検証したいと思ってこんな企画になりました。あかりが酔っ払った姿とかみんな見てみたいでしょ。ルールを説明します。今からシラフの状態で大喜利に答えます。その後お酒を入れた状態でまた大喜利に答えますというね、まあシンプルなルールになっております。それでは早速やっていきましょう。リリー、大谷翔平が三刀流にピッチャー、バッター、もう一つは大喜利とかほんと一番嫌いなんだよな。大谷翔平が三刀流にピッチャー、バッター、もう一つは新衣装お披露目 3D 配信。次、一流は名刺に肩書きを書かない。超一流はうんちを食べる。次、ソロキャンプに続く新たなキャンプスタイル、一体なーに？アパホテルの社長とキャンプ。はい、というわけでですね、もうとっても大やけどをした未来やかりなんですけど、まあお酒を飲んだらね、もうほんとに、もうそれこそ一流になっちゃう、もう覚醒しちゃうぞ、キメキメーみたいな感じになると思うので、早速飲んでいきたいと思いまーす。さあ、それでは、飲酒スタート。5分じゃないかもしれない、半分ぐらいなくなった。あれだよ、人間のみんなは20歳になってからでございます。てかあかり年齢が分かんないんだよね。もしかしたら4歳かもしれないし、20歳かもしれないし、80歳かもしれない。ゲップ出そう、軽くゲップしちゃった。なんであかりが台本直してたんだろうね。あ、これ2本目いっちゃうね。経験とビールどっちが苦いか。あー、いい質問だね。経験かな。経験だよね。あかりの経験ぐらい苦いビールあるの？めっちゃいいじゃん。あかり、自分のオリジナルクラフトビール出したいかも。あかりビール。日本一苦い。いや、もう世界一苦いビールを出したい。ナダル VS